はい、今週のおまけでございます。速稼塾の Q&A とは全然関係ないんで、回答がちょっとここまで長引いちゃったんですけども、再度ね、前回のお問い合わせどうなりましたということでいただいたんでまあしょうがなく答えますね。ご質問の内容細かくはちょっとここではお話しできないんですけども、要するに、まあ、恋愛の問題で20代の女性からなんですけどもね、なんか知んないけども付き合ってた人に気がついたら彼女ができていて振られるみたいなことがあるんですけども、なんででしょうかってことなんですよ。で、そのご相談の内容細かくは言えないんですけども、回答だけ言いますね。このね、女性はね、まあ、あれですよ、その、まあ、彼氏にとってはすごくね、扱いにくいっていうかね、つまらない女性なんですよね。何がつまらないかっていうと、これね、本当に言いにくいんですけども、セックスをしなさすぎるんですよ、この人は。うん、で、何のために付き合ってるのって男性は思いますからね、これは。それだけじゃない、なんか体だけじゃないって思うでしょうけども、いや、体だけしかない人はそうなんですよ。特に20代の女性は、そういったなんか、なんですかね、見た目とか肉体的な魅力以外のものをほとんど持ち合わせてないんで、勘違いするんですよね。自分の人間性に惚れられるとか思ったりとかするんですけども、まあそういうのもありますけども、他に女の子ができるっていうことはね、多分ね、まあ、性的にすごく不一致というか、男性からすると確かめられなかったから、もうやってられないってことなんですよね。うん、で、これね、逆に考えてみるとね、分かりやすいのは、じゃあね、まあ、よくデートもするし、で、いわゆるそのよくセックスもするとなると、他の女の子と会ったりセックスするね、余裕がなくなるんですよ。で、そもそも興味がなくなりますよね、その性的に、恋愛的に満たされているんで。で、全く興味が出なくて、で、しかも男性っていうのはね、すごく扱いやすいもんで、誰か一人の人と定期的にできればね、よその人にあんまり思いがいかないんですよ。それこそおとなしくなるってやつですよね。で、そういうのがフラストレーションで溜まっていったりとか、忙しいから会えないとかね、何々があるから会えないっていうと、自分が全然選ばれてないってずっと感じるんですよ。で、手軽に会える人を探しに行ったりとか、まあ逆にね、多分お付き合いを今相談いただいてる女性とするぐらいですから、多分他の女性から見てもこの男性は魅力的なんですよ。だからモテる人なんですよね。で、モテない人って付き合ってないんですよ。本当にね、女性の方にちょっと全般的に言いますけども、自分とお付き合いしてる人とか、自分とね、もしかしたら結婚してる人、モテない人だと思います。モテない人だったらあなた惚れてないんですよ。だからあなたと同等ぐらいの女性は世の中に山ほどいて、その男性を見るとすぐにその男性の魅力に気づく人がいて、アプローチをかける人はたくさんいるんですよ。男性はいちいち言わないんですけどね、言わずにこっそりとチャンスを探してるんです、だから多分そういうとこじゃないですかね。だから他にね、だから相談の内容書いてないんですよ。だからなんかこういうふうな喧嘩があってとか、行き違いがあってとか、夢がそれぞれ違ってとか、遠距離でとか全然なくって、付き合っていたんだけども、一人でになんかいつの間にかね、彼女ができて別れ話になってきたとかね、なんか知らないけど久しぶりに会ってみたら全然雰囲気悪くって、私別れたいんだけどみたいなこと言い出したとかね、そういうことじゃないですか。で、本音が出てくるのはね、やっぱベッドなんですよ。ベッド以外はほとんど本音出ないですから、ね、そういうところでやっぱこう、まあ男性の気持ちになったらね、まあ、いわゆるその肉体関係を繰り返せば繰り返すほど、まあ、すごく好きになるんですよ。で、なければずっと気持ちが離れるんですよね。その原則ですよね。まあ女性もそういうことあると思いますけども、自分のことを信頼してくれて、いろんな忙しい中でも自分とのそういった関係を続けてくれる人に本当ありがたいなと思うわけなんですよ。多分そういうことを全然理解してないのか、だからまあなんかね、自分中心になっちゃうんですよね、やっぱりね、女の子はね、特に苦労知らずで20代過ごしてると大丈夫だろうとかになっちゃうんですけども、まあ思いのほかシビアに見られてるんじゃないですか。で、そんなことはね、言ってくれる人もいないんで気づかないでしょということなんで、私の口から言うとね、またね、久保さんはなんかあれだなとかね、偏ってるなって思われそうですけども、偏ってるから振られるわけですからね。よく
勘違いしない方がいいと思います。ということでね、まあ、ある意味男性も女性も共通のお話でございます。あの本音はベッドでしか出ませんので、ベッドでやった後に出るのが本音です。だからやってなければ本音は出ませんからね。ずっと嘘ばっかりをついていて、嘘ばっかりを聞かされてるわけですよ。よくその辺考えてみると思い当たるところがあるんじゃないかと思います。もしね、そうじゃないよと、ちゃんとそういうこともやってるし本音も聞いてますよとかね、まあ、ピロートークもありますよってことでしたら、もっと深刻な原因があります。その時はまたご連絡ください。以上です。